その怪我をされた時に、はい、麹の機能障害になられたんですよね。そうです、そうです、はい、でその感情のコントロールができなくなった。そうです、全くできなかったですね、その事故の影響で、はいはい、全くできなかったです、会社勤めをされてたんです、とある、電鉄会社に勤めて、とある某ですね、であって、はい、某電鉄です、ね、某電鉄勤めてあって、そしてそれが運営してる、まあ、テーマパークというか、はいはい、そういうところで働いておられて、はいはいはい、でもその時に用意してますね、先に取材しましたほん でその後に、ちょっとあの、まあ何ヶ月か入院されたんですよね。そうですね、もうそれはだって意識なくなってたわけですから、うん、でベッドに空きが欲しいから言って退院させられて、うんうん、でまあ通院ができるようになったんで、うんうん、まあ、とりあえず寝たきりで亡くなったから通院してたっていうところですね。ですよね、はい、それがでまあその本社、でその後本社のまあ事務系の仕事に就かれたけど、でもやはりそこでもやっぱりちょっとあのその感情のコントロールができなくて、はいはいはい、例えば物を頼んでも忘れる、すぐ忘れる、コピー取っといて、あの分かりました言ってすぐもう 何言われたか覚えてないとかね、あもうそれこれやっといてって言われても林業作っといてって、まあ林業ってないねんっていう、あもうそれぐらい、もう一回勉強し直さなあかんっていうところが、あのこの方、はい、本当にあのそのさっきも言いましたけど、まあ、あの大阪の進学校出て、いやいやいや、ね、ほんであの防衛大学に行かれて、いやいやで、しかもでそこからまた大阪の府立大学入られて、いや昔はねクソ真面目やったんですって、いやそうですよ、それぐらい本当努力をして、いやいや、ほんでその電熱会社にも入られた後その事故に遭われて、はい、それがあのその工事の機能障害ということで、はい、その記憶がなくなるという そこまでなったんですよね。そうで記憶障害です。で、その心なんかテストかなんかやって、そうそう心理、そうです、それあるんですよ、うん、IQ 測るやつがね、うん、IQ テストがあって、うん、小学校3年生ですって言われたんです。25歳でしたからね。25歳で。それはいや今こうやってどうします？25歳で小学校3年生ですって言われた時の、そらね、あの お父さんの立場としてどうですか？そらも子供さんが25歳。言葉ならんでしょ。おそらくご両親本当にあれ今こうやって笑ってますけど本当にでもね、あの。ご両親もショックだったと思いますよ、きっとね。でそれで感情のコントロールが本当にできなくなって、例えば、うん、もうそうです、もう、まあ、怒ったら怒りっぱなしですから、ね、まあ暴れるとかそんなのもあったわけですよね。もうめっちゃ暴れましたね。ご本人は覚えてるかどうかあれなんですけど、うん、もううわーってなってもう過呼吸にもなり、うん、私たちも思いっきり殴ってこの、はいはいはい、物を壊す、うん、壁殴る、うん、冷蔵庫壊す、うん、ほんで挙句の果てに包丁を握りしめて殺すぞみたいな。でもそれやってるけど俯瞰的にやめ誰か止めてくれとは思うんですけどね。それがやっぱコントロールできない状態になったんですね。止めてほしいんですけど止まらない、自分では止められない、うん、周りが止めてくれるかあかんから薬を飲みながら生活してたんですよ、うん、ほんでそれで会社でもそうやって、まあ、例えばもう事務の仕事しててもパソコン投げたとかもあったんですか？ありました。パソコンぶっ壊してるんで3台ぶっ壊しました。ああそれぐらい。でも本当今度さコントロールができないからですね。そうそう、うん、でも会社の上司さんは課長は知ってたんで、うん、止めてくれて、うん、でちょっと休憩しようか言って休憩室に連れてってくれた、うん、上司の方ですよね。めっちゃ上司です、ね、優しかったです、うん、はい、で、うん、でそこでまあ会社をまあ結局退職されることになったんですね。後にね、うん、そのままではということでリハビリをしますで退職して、うん、でまあ、あの家で過ごされてたんですけど、きっかけがまたこれ、まあ、私も好きなんですけどラジオ。そうなんですよ、ラジオで、たまたま聞いろんな聞いてたわけですね、はいはいはい、家がラジオを聞く。そう、あの小さい頃からそう、もう朝起きたらラジオですね、うん、テレビついてない家庭だったんですよ、家が。でもありますよね、たまにね、そういうの。うちもそうでしたけど、そうですか。だから朝はラジオの家庭で、うん、もうずーっと生まれてからラジオばっかりやって、ほんでリハビリの時もラジオやったんですよ。結局は26からずっともう朝、うん、やっぱり実家暮らしなんで、はいはいはい、ラジオ聞いて起きて、うん、でそこで出会うというね。別にどなたと出会ったとき別に言っても大丈夫です。あ、そうですか。あの瀬野和夫さんとうちにもよく出てもらってる方ですけどね、はい、あのそこの劇団に入られてたんですよ。ほんでその入った機会がそのラジオを聞いて、そう全力投球瀬野和夫ですというラジオ番組を聞いて、うんうん、でそこで劇団員を募集します言うから、
僕もともとその瀬野さんのラジオが大好きで聞いてたんですよ、うん、面白おっちゃんやな思って、はい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 、ほんで募集するんやったらちょっと瀬野和夫に瀬野和夫さんに会いたいな、あの劇団員募集っていうのをラジオで言ったんです、そうそうそう、それで興味を持って、そうでほんで履歴書書いたんですよ。で役者なんか一切興味なかったんですけど、うん、その時はね、うん、瀬野和夫さんに会える言うて、はいはいはい、やってこう言って、ああそうか、会いに行ったら瀬野和夫さんと安井真子さん座ってて、おそれはラジオ聴いてる人にとっちゃ嬉しい、テンション上がりますね、テンション上がりましたね、そこでこういろいろ喋って事故のこととか、あそうなんだ、一応喋りましたね、はい、僕戦車とか乗りましたとかそんなん言ったんですか、そう戦車乗って、潜水艦乗って、護衛艦乗って、スペース防衛大事ですね、そうスペースシャトル以外はほぼ乗りましたで、某電鉄の時はもう電車ももちろん乗ってますし、はい、でそれおもろいなって言われたんでしょ、はい、そうさんから全部、あほんで、で事故のことも全部事故のこと喋りましたね、うん、だから記憶はすぐなくなりますって話をして、うん、リハビリするんやったらこのうちの劇団入りって言われて入ったんですね、すげえな、それ受け止めたわけだ、受け止めてくれましたね、そう、でも僕は役者にはほんまでまだ正直興味なかったんですよ、入った時も、それただ単にあるでしょ、瀬野さんに会いたくて行ったんでしょ、そうその面接にしても、そうそれだけでもよかった、はい、気持ちとしてはよかった、よかったです、よかったです、会えた、会えて、でもそこからまた劇団生活が始まるんですけど、うん、そこでまたいろんな感情のコントロールとかを教えてって自分なりに身につけていったってことですかね、うん、そこに繋がっていくんですけど、なるほどね、もう役者っていう職業が僕を救ってくれたんです、あじゃあそれやっていくうちにその感情、はい、役者さんっていうのはやっぱ僕ちょっとわからないですけど、でもおそらくはその感情をコントロールせなあかんわけですね、ですね、役例えば怒る役にしても何に喜怒哀楽いろんな役その人になりきるという、まあ、簡単に言ったら役作りは絶対するから、うん、役作りをする上で自分の気持ちを整理せなあかんので、うん、感情を作るってことになるのかなと思ってですよ、ね、それをやっていくうちに、はい、コントロールできるようになったってことですか、僕はなりました、うん、まだまだその役者としてはもうペーペーですけど、あのもうもともと全くできなかった時代が25歳の時にあって、うんうんうん、でそこからあそうかこうやったら怒りが収まるんやとか、あそういうのを経験していくんですね、こういう感情を作ったら、うん、あコントロールできるわ、怒らんでいいわって、なるほど、もう怒りがめっちゃ怖いんですよ今でも、あそうなんや、怒ることが、まあ、怒るという感情が大嫌いで今でも役やったら怒らなあかんけど、でもそれもコントロールしてやりますけど、うんうん、そうやってほんでそのまあ本当パロディフライ入ってよかったですよね、そういう点で、よかったです、もう感謝ですね、それはね、ありがたいですね、ほんでまあ今はそしてまああのそうやっていろいろやった上に、はい、こうやってドラマの話もして、そうです、ほんで東京の舞台とかも出させていただくようになって、うん、東京に、役者修行をしに行ったんですよ、うん、役者暗言をこう行って、そうですね、舞台に出まくって、うん、そういう意味ではもう本当にいろんなのを乗り越えてやっと今ここにまで来たわけですよね、いやそんなええもんじゃないですけどね、ええもんじゃないというか、いやでもそ今の聞くとねやっぱ それだけのねいろんなまあまあ、困難もね乗り越えて来て、うん、はいはい、その役ももらえた、まあ、いやもう本当もう運です、もう今日運です、もう運だけで来ました、でもこれが終わりじゃないんでね、あもちろんこれからですね、そうですよ、僕もどんどん突き進みますから、うん、そうですね、そういう意味では今回のこの不惑のスクラムにしても、はい、あのすっげーあのまあもちろん役をもらえた場でもあるけど、はいはい、それは重くそ勉強の場だったわけですよ、めっちゃ勉強になりましたね、こんな言い方失礼ですけども、いやそれはでもね、はい、あの勉強というか気づきが多かったですなるほどね、はい、いろんな方と接させていただいて、うん、めっちゃいろいろ気づかせてもらったんで次に生かしたいなとは思いますけど、ね、ああそうですよね、はい、そうだってこれで終わりじゃないんで、もちろんね、また役者の道が続きますから、うん、ああそうですよね、うん、もうそれで食っていくわけですからね、そうですよ、もうこれからまたどん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 表現していきたいんで、うん、なるほどね、まあ、ピークは85歳ぐらいですかね僕80、何年ぐらいやそれいやそれぐらい目指してますからね、ということなん、今42でしょ、あと43年ぐらいしたらこのままコツコツ続けていったらやばいことになりますでもね、はい、それ今もちろん本当でもいい意味での今始まりだと思いますし、はい、これはね、
で、あれですよ、さっきも僕今度オーディション受けるんですよとさっきね、おっしゃってましたけど、はい、そういうのも、そういうのはね、もうどんどんからどんどん挑戦していく、やりたいですね。ああ、そうか、楽しいですね、お芝居楽しいです。あ、そうです、お芝居楽しいですね。ああ、それ言えるって一番いいですよね、うん、だから今余計に今そういう過去のそういう困難の話も聞いたもんですから、はい、本当に本当ようここまで来れね、よう来れましたねっていうことですよね。よう来れましたね、本当ね。いやし、いやこれあのご覧になった方とかもね、すごく結構あれやと思いますよ、この結構勇気当たられてると思いますよ。じゃそうですよ、ほんでこうやって証券とかの後ろでやってるわけですもん、今演技もね、例えばそほんで、まあ、奈良の人やってる設定はあると思いましたけどでしょ、うん、でも税務職員なんですよ僕、浜田仁志。あ、97番浜田仁志は税務職員です。税務職員、そうそうそうだから髪切ったんですよ僕今回。あ、そうなんですか。この、うん、もう本当はねその前までここ出るまで、このドラマ出るまであれですよ、ちょんまげ。ああ、長めでしたよね、ロン毛でちょんまげやったんです。あ、切ったんだこのため、うん、あ、それは税務職員さんはそれロン毛でちょんまげるわけいきますからね。そうそうそう、あ、そうなんだ。そういうの、それで今ここで喋ってやっと私知ったんですけどそれはでもドラマなんですね。ドラマです、ドラマです、まあ、それはもう想像にお任せしますわ。この人は、ね、どういう仕事してんねやろうっていう。あ、そうなんだ。ほんだ伊藤恵真さんとかもきっと、そうですよ、設定があるんで。恵真さん、あります、あります、全部細かい設定ありましたけど、何やったかな。山さん聞いて聞いて。まあそれはあの今度ファンミーティングあるんでしょ。そうそう、ファンミーティングある。10月の20日でしたっけ。でしたっけ、ファンミーティング。20日です。20日にね。アベノであるんでしょ。あります、あります。またすごいですね、アベノでやるってのはすごいですね。アベノ、またね。多分あの住所的にあのハルカスとかの近くやと思いますけど。そう。うん、そこで不惑、のスクラムファンミーティング10月20日土曜日午後6時、6時から、まあ、これは有料ということですよね。そうですね、3000円ですね。あ、そうですか。まああのこれはあのこれあれですよ、だから NHK でこの作品で出会った人たち仲間、うん、みんなこう集まって、うん、まあみんなで飯行こうかいう。あ、それは見てた方にとっても嬉しいでしょうしね。う、まあスタッフも来ますよ。あ、いいじゃないですか。裏話、ラグビーの素晴らしさ、うん、はい。あ、そういえば、あの、その伊藤閻魔さんの主催するファントマのアベノスタジオですね。で、ファントマアベノスタジオ でやるんですよね、はい、もうあの多分、アベノ橋からすぐやと思いますわ。そう、1年、そう、そんなもんやと思います、はい、あ、私地元なんでよく分かるんですけど、その辺住んでるんですか。だいたいいつもこう通ってます、今も通って帰りますけど。あ、そうだ、終電、あ、そうだ、ごめんなさい、大丈夫ですか、終電大丈夫ですか。大丈夫です、自転車なんで。はい、言わんでよろしいかしかも家近くへとこ住んでますな。いやいやいや、違うですよね。でも本当あのこれはこれでまたあのこうやって分かち合えるんじゃないかと、うん、フェイスブックにも僕載せますんで。あ、じゃあ、この今シェアもしてもらってるでしょうか。そうですね、そこで見ていただいたらフェイスブックからシェアしてもらって、あ、この不惑のスクラムファンミーティング、うん、まあ結構な人、まあ、スタッフも含めてみんなこうワイとするというようなイメージはあるんですけどね。ちゃうんかな、その関西の方みんな来られるんですよね。はい、来れない方もいるって言ってましたよね。あ、そうなんや、はい、来ると思います、みんな来ると思います。そうですよね、はい。ああ、ほらこれ楽しみですね。夜間ビールです、夜間ビールで飲むんですそんな、あ、ごっついのね、飲むの、すげえな、はい。あ、これはこれで、面白いんじゃないでしょうか。ぜひとも、あのお時間のある方、面白いですね。ね、ふわぐのスクラムお好きな方は。いやでも明日最終回ですよ。どうしようかな。いや、どうしようかなってあのそれはもう、ある意味これまたせっかくこれ見ていただいた方はね、そうですね、またじっくり、8時15分でしたっけ。そう、8時15分で見ていただいてね、これ最後ですよ、最後。いや、ほんまそうですよ ね。長かった夏が終わります、僕の。ああ、そっか、ここまでが夏です。ああ、なるほど、 いいこと言いますね。そうですね。ああ、そうか。でもあの先週は確か今後、あ、先生、あの戸田奈穂さんと再会するんですよね。そうそうそう、あの要は再会するシーンは今日の夜中の1時10分からの再放送であるんですけどね。うん、それがあって、はい、で、このどうなるのかっていうちょっと、そうそうそう、あの次回予告見たら気になりますけどね、うん、このそういう感じになっちゃうのとか一瞬あの想像してますけど、それはもう楽しみに、今日は私、はい、一休さんに相手聞いてませんけどね、はい、それは見て楽しみたいと思いますが。あ、そうですか、わかりました。こんなあのぜひともね、明日の最終回に備えてと、あ、いうことで、あとその20日にファンミーティングファンミーティングがありますから ね、それもぜひあの皆さん、はい、あのせっかくのこれで見たご縁ですから、ぜひ
いかがでしょうかね。はい。